どうもピッチピッチーなテクタンと申します。ドラゴンクエスト7実況プレイパート87かな、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ここ海底神殿でサーメリアの近くのあれですね、ここになんかあるって言われたんで来ました。あの石板がね、多分石板があるんで。宇宙、まあどうしてこんなところに人間がいるのかしらん。あんたたちどこから入ってきたのん。ちょっとかわいい。敵出るんかな、出えへんかったらいいけど出そうやな。さあ宝、あっすぐ見つかったやん。でもうろうろした方がいいかな。まあ多少じゃあうろうろしよう。他にもなんかすごい宝とかあったりなんやらするかもしれへんよね。ああ、どこあったわ。全然見てなかった。なんだお前ら、ここは俺たちの街なんだと、音で出て行きやがれ。ちゃんとなんか、あれやね、モンスターがもう、住み着いて、モンスターだけでなんか、生活してるっていう、そういう感じなんやね。うん。行っちゃおうか。我々は争い事は好まん。ただこの海底の街で静かに暮らしていたいだけだ。だから人間よ、くれぐれもこの町の存在は他言してくれるなよ。はーい。あ、普通に開けれるんや。直近、この世界のどこかにモンスターを集めた楽園があるそうだな。なんでもそこでは何もしなくても食い物がもらえるとか。いいなぁ、俺もそんなとこで暮らしてみたいよ。え、連れて行くのに、そんな馬の糞。あ、アミット饅頭。一回も食べたことない。美味しいかどうかすら分かれへん。え、全然連れて行くのに、今回はそんな、なんか聞かれないな、マックスバリューのある場所教えますかみたいな、そういうの。教えるのに、あの、モンスターパークやったっけ？これさ、あっこの宝は結局どうやって行くんかよう分かってないよね。これ大丈夫かな？つぼっくー。平和やのにつぼっくいるのって思ったけど、冷静に考えたら普通の人んちにも、変な本があるぐらいやからね。折ってもおかしくないよね。見て、後ろ3人のヒッピー。お揃い。まあ、意外と経験値美味しいからいいかな、すごく。あ、不思議な木の実。こんな2匹もおったっけ、前の時、つぼく。あ、これ遠くまで投げれるつぼ？宇宙、あんたなかなかいい男ね。私好みだわ、ブチュチュ。そう、それはありがとう。でもブチュブチュするのはやめて、湿気るから。そっか、遠くに投げれる壺ってここが初で、いや違うよね。あー、ガシャンガシャン、かわいいね。これ奥まで行ったら何があるんやろ。あー、宝でもあるね、上に見えるね。もっと回せればいいんやけどな。そしたらこうどうやって行くか。あ、普通に行けたわ。いや行かれへんわ。え、ちょっとなんなのよ、ここは。魔物はいるけど襲いかかってこないし。魔物たちだけで平和に暮らしてるんよね。これどうやって行くの、そこ。これ以上行かれへんのや。やっぱ別件から行かなあかんのかな。入るか、とりあえず。うん、ほんまにモンスター出てこうへんね。楽やね。こっち登って、ただ遠いね。わあ、いろいろいるね。タツノオトシゴ。海の魔人様はこの下の部屋にいらっしゃる。だがあの方は人間がお嫌いだからな。命が惜しくば近づかんことだ。え、戦うんかな、もしかして。そりゃやな。この間、海底を散歩してたらへんてこな石を見つけたんだ。え、その石をどうしたかって、グラコス様にあげちゃったよ。グラコス様は変わったものを集めるのが趣味だからね。グラコスいるの？へんてこな石？マリベル様にはもう見通しよ。例のあれに違いないわね。石板？グラコス？倒したやん。なんでグラコス様まだいんの？いい加減にして。イェーイ。うん、小さなメダルいいですね。グラコス強かった気がするよな。なんかあの、誰かが一緒に戦ってくれたやん。やからなんかあの、ジャンや。誰かって。誰かって。別にヒッピーそんな大変なことにはなってないな。まあ、行ってみる？
まあ、グラコス戦せなあかん時から多分ここに来れる時より時間も結構経ったし、まあ、メルビンもおるしなんとかなるかなよ。こんなところで人間が何をしている？我は海の魔人グラコス5世。あーなるほどね5世ね。なん1世さ破れたのになんでまだ5世おるん息子がおったんかな、ちっちゃい息子とかが。偉大なる我が先祖グラコス1世は人間によって撃たれたという。それゆえ我は人間が嫌いだ。だが同時に人間を恐れてもいる。お前たちは本気にさせると案外手強い連中だからな。しかしこうして目の前に人間が現れた以上捨ておくわけにもいかぬ。我が前に姿を晒したのは不運よ。恨むならば自分のうかつさを恨むがよい。戦うのね、一瞬戦うんでいいんかなってちょっと思っちゃったよね、グラコス5世。さあどうしよっかな。間違えた、とりあえずまあルカニで下げとくでしょ。効かない、効かんのか。一旦200ぐらい与えれる。で、1回の攻撃しか今んとこしてこない。凍りつく息か。わあ結構食らうな。これウールガードした方が良きやね。どこやったっけ、回復違う、その他になるのかな。あった、ウールガードで、メルビン攻撃のマリベル祝福の杖誰に使おうな。マリベルでいっか。痛い、手串が危ない。手串攻撃でガーボーで、じゃあメルビン回復しといてからの祝福で手串52、効率的、これがちょっとマシになってるよね。まあ気持ちマシやね。うん、一ターンで100与えられへんようだったな。まあ10ターンぐらいしてたらなんとか勝てるかな、わからんけど。今3ターンぐらいしたかな。全部で10ターンではなく今から10ターンぐらいで。ひー、手串が危なーい、非常に危ない。なんで手串あんなに息めっちゃ通ったんやろ。シャダルコ2回攻撃やめて。危なーい、会心ナイス。これはあれやな、とりあえずじゃあ奇跡の石をマリベルに打って、いやマリベルでいいか。でベホイミをメルビンで打って、ベホマをテクシ、オッケー、ナイス会心、かっこいい、やってくれるやん。メルビンが危なーい。よし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 、奇跡の石、メルビン祝福ガボ。いやー猛毒とかしてくるのこの人。いやーね、マリベル猛毒かきついなー。じゃあキアリーで、でメルビンもじゃあちょっと回復回ろう。ベホイミ、メルビンにしとこう。で祝福の杖でマリベル、そろそろ落ちてくれたらいいのにな。これだけにして、ウールガードなんか切れてない、そんなことない。ヒャダルコとかやめてよ、その2連チャンでそういう攻撃してくるの。呪文ベホイミ、どうしよっかな。ガボで祝福、祝福ってベホイミなんかな。わあまだやな。わあまた猛毒や、避けて。あーメルビンが猛毒になったって出てきたよー猛毒だよーメルビンが。違う、手串攻撃、ガーボーが、キアリーでメルビン、メルビン攻撃でいっかな。いやーメルビン回復しとこっか。マリベルで、マリベルの祝福でメルビン、なんとか安定してきてくれた。まだ猛毒やん。あ、よし、優秀、優秀でござるよ。よし、でガボ回復。お、
だいぶいいヒッピーになったよ。え、でもまだなんや。結構効くな。もうそろそろさ、落ちてくださいませ。うわー、ガモガ。マリベルでマリベル祝福ガボ。まだなんか強すぎじゃない？なんで2回連続になったん攻撃。痛い毒。ガボのキアリー、エメルビンのえガボ。え、ちょっと待って、違うな。いや、メルビンのメルビンで、マリベルのベホマでテクシー。オッケー。あ、また猛毒？すぐ毒するやん。趣味か？毒にする趣味か？で、祝福と。もういいやろ。普通の攻撃の方がまだいい。やった、オッケー、よかったい。経験値おいしい、嬉しい。あ、待って、我の負けだ。降参する。我の宝もくれてやろう。だから命だけは、命だけは助けてくれ。あ、もういいよ、私ももう戦いたくないし。はい。ふう、やはり人間は油断ならん。お前たちみたいな弱そうな声、これだもんな。早うく先祖と同じ最後を遂げるとこだった。我の宝をやるという約束だったな。では、我が秘蔵のコレクションの中から。やったー、石板。よし、このよくわからん石板のかけらのようなものをくれてやることにしよう。え、違う？そんなことある？不思議な石板？これよくわからんだろ？だが案外そういうのが値打ちのあるものだったりするのだ。もし万が一そうだったら我に感謝するがよいぞ。我がお前たちに負けたことを手下どもにはくれぐれも黙っててくれよ。や、くれてやった宝には口止め料も含まれておるのぞ。なるほど。なんか情けない海のマジンね。こんなのの手下だなんて。あの連中もなんか哀れよね。口止め料でござるか。まあもらってしまったものは仕方ないでござるな。お先祖を倒したのがオイラたちだって知ったら、あいつどうすんのかな。激おこなんじゃない、さらに。まあ勝てたのでよしとしましょう。足りる？足りましたね。ちょっとこっちも開けたんやけど。え、あかん？もしかしてさらに倒したら、もしかしてさ、さらにっていうかさっきので、許さん家にしてなんかしたら両方もらえてたとかあるんかな。まあでも罪はせんか。それがないともうクリアできひんとか、まあそんなことはないか。地図のような模様のある石のかけら、色が分からへんだけかな。そんな分かりにくい色してるんかな。じゃあこれ分岐途中でなかったと思うんで、一回リレミと間違えたして、でちょっと入り直して、ここら辺がいけてない。お、ああそれ道じゃないか、ここら辺ね。ちょっとそっちの方行ってみよう。こことか入れてないんで。おー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 、びちゃびちゃ。びちゃびちゃやね。うきょうきょうきょう。そっか、魚飼ってるんか、ここで。よ。ここは偉大なる海の魔人様が治める町だよ。それにしても人間がここに来るなんて久しぶりだな。久しぶりっていつぶり？私が現れたぶり？うげげ、この海のどこかには海底王っていうやつがいるらしいな。ずいぶん偉そうな名前だが、一体何者なんだろうな、うげげ。うげうげしてるな。で、こっち入れるんや。あ、なにこれ。ちょうだいよ、これ。何か知らんけど。あれ、あんたたち人間かい？へえ、初めて見たよ。
人間ってのは地上で暮らしてるって聞いたけど、こんな深海に来られるなんて。実は水中でも息ができるんじゃないの？実はエラ呼吸ですみたいな。これ何っていうか、あれなんやね、モンスターも普通に水中で息できるんやね。あ、タッカラー。イエイ、何これ、魔物のルビー。それは守備力が上がりそうですね。見してください。あ、めっちゃ上がるやん。え、ガボの、もう蝶ネクタイなんか外しちゃう？蝶ネクタイ外しちゃおう。はい、オッケー。かっこよくなくてもいいんです。私たちはね、ただの旅人なんで、かっこよさなんて、押してないんです。これどっから帰れる？上からか。まあ、リレミとして。で、じゃあちょっと石板入れていって、見ましょうかね。足りてるかな？でも赤やったら足りてる気がするな。ちょっとね、あっこの、ルーメンの街の、左の塔？あれも、もしかしたら石板落ちてるかもしれんけど、まあ、おいおいって感じで。あーと、ここだけか。ついに赤が。おー、完成やん。今回も島はちっちゃい感じやね。何度もまた襲われたりせえへんやろうね。さあ、どんなところでしょうか。明るいね。あ、お城がある。お城二つもあるんやけど。城下町もある感じで。わ、悲しい音楽。ラグラーズ城。あれ？あ、ラグラーズってあれやん。あれどこやったっけ？名前忘れちゃった、修道院のある町、あっこの、なんか南からなんか攻めてくるみたいな言うてたやつ。復旧中だから見て回るだけなら好きにしていいはずだぞ。うん、結局、ラグラーズから攻め入ったわけじゃなくて、まあ、モンスターが来てたみたいなね。あ、プロビナ、プロビナ。プロビナの実だ、に、ラグラーズ名前だけじゃなくて、ちゃんとあるんやね、ステージとして。ここはお城なのよね。だけど随分とまたボロっちいお城ね。城は破壊されているが、どうやら人々は無事のようでござるな。ともあれ、これは不幸中の幸いでござるな。なるほど。180度回せはする。あー元に戻しちゃった。あー、なるほど。まあ、再建中。わー、結構な壊れ方してるな。なるほど。じゃあ、あっちの城下町とかちゃんとある方が、ちゃんとしたお城なんかな。もしかしてそっちがモンスターがさ、支配してたりとかするんかな。だから、プロビナが攻めてきたっていうのは、あながち間違ってないってことかもしれない。プロビナの兵じゃなくて、なんていうの、人間じゃなくて、モンスターが攻めてきたっていう。プロビナじゃねえや。ラグラージね。このお城は1年前、敵国との戦争によってこのような姿になってしまいました。まだまだ完全ではありませんが、これでも随分元の綺麗な姿に戻った方ですわ。あ、今直しよるとこね、これ。壊れてこうなったんじゃなくて直しよるわけね。そしてなんか私のさっき言った予想外れそうやね。なんかモンスターが、支配してるみたいな、わからんけど。こんにちは、旅の宿やね。あ、泊まるか。ちょっとね、さっき、の、グラコスとの戦い、あったやつ回復してないから。視点変えるんやめて。視点変えるんやめて。ここは資材置き場ね。ここは武器屋さんとかかな。違うね。兵士やね。ここラグラーズでは、古くより剣術こそ最高の力として重んじてきた。しかし、魔法を重んじる、マーディラス。に、破れた今では誰？なんかマーベラスみたいな名前やん。ファビュラスでマーベラス？敵国といえば、マーディラスの魔法兵士たちの戦い方は実に見上げたものだった。あれほど圧倒的な力を持ちながら、ほとんど人を殺さなかったのだからな。人を殺さずして国を落としたみたいな感じなんかな。ここは普通に、あれか、教会ね。とりあえずお告げ聞くか。まあ、例によって例のごとくね。うん。まあまあ、ガボがもうちょっとで上がるって感じね。まあ、それより早く職業レベルがどんどん上がってほしいな。
王はこの先におられる、くれぐれも粗相のないように。ちょっと王は後回しにしようかな。うん、じゃあここ入って、ここは兵士たちがお互いの腕を競い合うための格闘場だ。もっとも今は城の復旧作業が忙しくて舞踏大会どころの話じゃないんだけどな。そうやな、ここね、ここがステージってことね。ここどうやって入るん？あった、入り口。稽古場ね。クソ、マーディラスの兵士め。マーディラスっていうのは人の名前じゃないんかな？グループっていうかそういう感じかな。そこにいる兵士は今は亡き兵士長殿のマナ弟子でした。あー、兵士長はやられちゃったんや。マーディラス兵は王さえも生かしたのに、なぜ兵士長殿の命だけを奪ったのです。あー、そうなんや。なんか兵士長となんか、あったんかな。王は生かしてる。なるほど。大臣？王旅のものとは珍しい。ここしばらくこの辺りを旅する者などいなかったからな。戦争に敗れて以来、我が国の王はすっかり沈んでおられる。よければ旅の話でもして王を元気づけて差し上げてくれんか。じゃあとりあえずお話ししよっか。敵国マーディラスは、あれ？国の名前か。あれ？プロピナは関係ない。敵国ってマーディラスのことやったんや。ここの敵はマーディラスやけど、別に、ラグラージはポケモンやな。ラグラーズと、プロピナは別に戦争自体はしてへんってことなんかな。勝手に向こうが襲ってただけでね、モンスターが。わずか10年前一度は我が国に敗れたはずの国だったのだ。それがこの数年で、全く驚くほどマーディラスは強い国へと変わってしまった。マーディラスどこあるんやろ？このもう一個の城がマーディラスじゃないよね。さすがに近すぎるよね。違う国って言ってるのに。マーディラスがあれほどに強くなったのは、新しい若い王の力のためと聞くか。ほう。どんな男かは知らんが、できることなら戦場以外の場所で会いたかったものだな。そんなにじゃあ指揮官とか、なんていうの、そういうのとして優れた人なんや。なんだかよくわからねえけど、つまりこのお城を襲ったのは魔物じゃねえってことか。そうみたい。なんと、城のこのありさまは人間同士の争いによるものでござったか。人間同士は力を合わせねばならんというのに嘆かわしいことでござる。ねん。何のためにね。もう、大体がなんか誰かの、そういう上に立つ人間の、まあ、尻し欲っていうか、そういうのやと私はね。思いますが、ここ上がってないよね。上がってませんね。私のような兵士まで復旧作業に駆り出されるとは、全く何たる不本意だ。ようこそ防具の店見してください。お金全然ありません。店は壊れちゃいましたけど、落ち込んではいられません。うわー言うてもだ、いらんわ。よし、じゃあとりあえずお隣のその城下町行ってみるか。そっちの方がなんかもしかしたら道具とかはいいものが売ってるかもしれない。ここね、そこの神殿も気になるよね。さあ、ここは平和な感じやけど、ここはどうやらお城の城下町みたいね。結構人が多くて楽しそうなところじゃないね。こんな、なんか割と近所な気するんやけどね。お金5円ね。なんか綺麗やし、なんか揃ってる感じするしね。これどこに続いてるん？外でしたー。まあ、とりあえずこの正面の女の人に話しよう。ようこそ旅の方。ここはマーディラスの城下町？近所やん。敵国近所すぎひん？なんでそんな近所なんやろ？これお城？お城のあの、横って言えばいい？なんて言えばいい？王立魔法研究所。あ、そんなん、なんかドラクエの世界であるんや、魔法研究所。今までもあったっけ ?6 では少なくともないよね。あれ、見かけない顔ですね。もしかして魔法研究所で働きたくて来た人ですか？そうですよね。魔法研究所で働くことは多くの人の夢ですもんね。なんかこう、パナソニックみたいに大企業なんかな。でも今は前よりも入るのが難しいって噂ですから頑張ってください。はぁ、入れるんかな？なんかもうただの子供やのに。めっちゃ煙出てるやん。にゃーん。これきっと外にいざなわれるよね。まずいまずい。出てはまずい。移動。間違えた。ここのおばちゃんに話しかけたつもりやったのに。わあ、ここはまた広い井戸だこと。不思議な木の実。うん。あ、
蝶ネクタイが先外したところやで。ふうふう、毎日の洗濯も楽じゃないわい。誰か洗濯を楽にする魔法でも考えてくれないかね。そこで洗濯機ですよ。ジャブ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 。噂じゃあ世界のどこかに自由に空を飛べる種族がいるって言うじゃないさ。きっと気持ちがいいんだろうね。私も空を飛んでみたいよ。種族？それも鳥とかも入れてるってこと？鳥とかドラゴン的な。ヤグラーズとの戦争が終わって、これで少しは平和になると思ってたんだけどね。まだまだ国を強くしようとしているなんざ、私には王様の気持ちがわからないよ。あっ！ミクは。あれ、失敗しちゃったみたい。でも時々成功するから、お兄ちゃんたち急に話しかけると危ないかもよ。ほんまに、じゃあちょっと何回も話しかけてみようかな。メロ。成功せんやないかーい。クリみたいなもんかな。この国では優れた魔法使いだけが城や研究所に仕えることができ、裕福な生活を約束されています。そのため、そこで魔法の練習をするミクワのように多くの者が魔法使いになりたがるのです。どうやったら魔法使えるようになるんやろうね。私も魔法使いになりたいな。この先をまっすぐ行って橋を渡ったところが魔法の城マーディラス城だ。初めて見るならきっとたまげるぞ。なんか見た目すごいかな。もしかしてあれかな。バロックさんの、バロック建築やったりするんかな。もう外はだいたい話しかけたかな。じゃあ家の中話しかけていきましょう。私は城の兵士になりたくて、この国に来たのだが、あっさり追い返されてしまったのだ。魔法が使えないから。魔法にも自信があったのだが、どうやらよほど優れた人間しか雇わないようだな。ここ魔法使い誰一人としておらへんねんけど。なんなら今だいたい船乗りなんやけどね、後ろ二人。魔法使いにマリベル戻した方が良かったかな。あ、来てもたからもういっか。そのうちちゃんと魔法使いにしよう。教会ね。今の王が父の座を継いで2年。新しい王はとにかく国の強化に力を注いだのじゃ。敵国に勝つためと思えば国民も皆初めは新しい王の考えに従ったが、ラグラーズを倒し敵などいない今となっては王は国の強化をやめようとせん。今の王にはもうついていけん。まるで悪魔にでも疲れてしもたかのようじゃ。それ多分疲れてるね。神父のディノ様がこの教会に来られたのは今から半年ほど前のこと。以前はお城に仕えておられて、現王とは幼馴染だったと噂まである方なのです。じゃあ何とかして。私の名はディノ。以前は王室付きの神父として城に仕えていました。しかし王の考えがわからなくなり、半年ほど前私は城を出たのです。ちょっと話し合ってよ。今の王はおかしいのです。国の強化だけならまだしも売れてはならないはずの。いいえ、なんでもありません。今の話は聞かなかったことにしてください。錬金術とかしだしたんかな。人体錬成みたいな禁忌の技。それ開けてこ。斧じゃない。イエーイ。お、魔法の盾か。なんかロトの盾みたいなね感じやったけど、これなんか結構強いんじゃなかったっけ。うん、7下がるけど、プラチナシールドよか、魔法の盾で魔法を防げる方が良かったりする？魔法の威力が怖いもんね。なんでも南の大神殿、あれ大神殿になるわけね。うん。行く道に関所ができて許可のないものは通れなくなっちまったそうだ。あら、王様が急に作らせたものらしいが、今の王様は本当に何を考えているのかわからないな。そっか、許可書、何としてでももらわなあかんね。この間噂で聞いたんだけど、究極魔法って何なのかしら？あなたたち知ってる？何、僕の考えた究極の魔法みたいな、そういう話？メラと、ヒャダルコを合体して、メラルコみたいな、そういう？まさかね。これ家はどっから入れる？あ、道具屋さんか。あれ？あれ？あ、入れた。斜めやとうまいこと入れへんだけね。びっくりした。袋なんか入ってることあるんかな？今んとこ、私は何も見つけれてないんだけど。よっ。
これってさ、この家って、この人のところって、宝あるけど入られへんのか、ドアがないやん、くっそー。そんないらんな。壁には絵があると。じゃあ、ここの大きい家に入りましょう。これ以上国を強くして、王は一体何と戦うつもりなのか。それがわからない以上、娘を安心して魔法使いにすることはできませんよ。まあ、確かにね。ラグラーズとの戦争が終わった今でも、王は国を強くする方針を変えていません。もっといろんなとこ支配したいんかな。つまり、娘のミクワがお城に使えるチャンスもまだまだ残っているということですが、あ、そう捉える？そっち？この人何歳なんやろうね。なんか年齢層が分かれへんな。あ、それ外に出れるやつね。あ、タンス。とんがり帽子？売りましょう。カビもあっても特に何も入ってないよね、基本。壺とかもなし。よっ。で、裏から出たって感じね。あと入れるとこは、ここも入れるね。ちょっと、こじんまりした家やね。よくある家やね。あ、でもなんか左。ああ、繋がってるんか。エビルバイブルー出てきてしもうたー。余裕やけどザキしてくるんは嫌やな。引かへんかったからよかったものの。正午の魔法と書かれ、という本が置かれているメラメラメラゾーマ。違う。メラメラミメラゾーマ。ホイミベホイミベホマ。何なんかシーソーシーンみたいなそういうやつ。テイクトックテイクみたいな。パルプンテパルプンテパルプンテ。あまりやくに立ちそうになかった。まあそうね。私は研究所に入るためにこうして日夜勉強に明け暮れているのです。さあ勉強の邪魔です。確かに勝手に勉強してるとこに入って話しかけるのはめっちゃ邪魔やね。冷静に考えたら。主人は毎日勉強ばかりですが、私はもっと心豊かに暮らす道があると思うのです。いや、でも大事やで。私は割と大事やと思うよ。勉強すること。あ、ここもしかして入れる？入れますね。あー、そっちからは入れんけど、こっちからは入れるって感じね。じゃあ、ここの左の建物は、次回入ることにいたしましょう。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。